何か食い物を殿に申して仲間を見殺しになんてできないからね。サシャ、覚醒がありましたよ。役に立ったつもりか。ならば礼を言う。まあ仕事ですから。こっちに強い巨人がいるのかな。意外と手だれじゃないか。ここで殺す。こっちを手伝ってくれ。強い巨人がいるのかな。いざ。サシャ、任せます。この調子。すまない。手を貸してくれないか。なかなかやりますね。すみません、助かりました。まだ戦えるならそれでいい。これでどうだ。くらえ。これで単にやっただけで下僕が手に入るんだ。世の中ちょろいよな。ガシャ頼みます。いざ。結構いい腕してんな。すいません。仲間を見殺しになんてできないから。はい、いただきます。やったな。いざ。休む暇はないな。なかなかやるな。まあ、俺には及ばねえけどよ。ここで殺す。ただ見せました。やった救援要請か。行くぞ。やったな。ここでここに頼んだ。いざ。どうもお世話様です。仲間を見殺しになんてできないから。やばいってことだよな。ありがとう。拠点はここでいい。ここに立ってきます。お返ししたらいいかな。お前に救われた命は軽くないはずだ。次はどうすればいいか分かってるな。弓だ。逃がすものか。必ず殲滅する。巨人様のお出ましだぜ。マリアさん、頼む。若さめ。逃げ分隊長。お願いし巨人と戯れる余裕はないね。分かってます。行きましょう。こっちに強い巨人がいるのか完了しました。さて、こっちに応援を回せ。助かったが、この辺にお前が興味を持つ巨人がいるか。私にとってはどの子も興味。おっと、まずはここを切り抜けないとね。まくいったようだな。皆さん、サシャ、任せました。任されました。味方が優勢だな。このまま押し込もう。手の演算を確認しました。やだ。作戦成功。読み通りに進んだな。 やるねー。いやー、ちょうどいいところに来てくれたね。どう？調査兵団にはもう慣れた？そうか、それは何よりだ。ここ最近は壁外での任務の機会が増えているからね。 空いた時間にみんなと仲良くなっておくことも大事だよ。しかし任務の回数が増えれば増えるほど研究に割ける時間は減っていくから困りものなんだよね。どこかに手伝ってくれる人はいないかってモブイットと話していたんだけど、君どう？ その言葉を待ってたよ。しきピタモブリット、今日からこの子が私の助手。分隊長、とりあえず一度落ち着いてくださいよ。新兵だって任務や訓練で忙しいでしょうに。君も無理して分隊長に付き合わなくてもいいんだぞ。しかしモブリット、このままだと私も君も忙しくなる一方だ。エレンのこともあるし、巨人研究はこれからが本番なのに。それはまあそうですか。ということで、もし君さえよかったらなんだけど、助手として本格的に私たちの手伝いをしてみる気はないかな。次に会う時までに考えておいてくれ。強制してるわけじゃないけど、きっと楽しいと思うよ。うん。して、私はあんなに行き急げない。どの任務を引き受ける？当然だ。苦戦してんのか。無視はできないよな。皆さん、この調子だな。やったな。助かりました。どうも。仲間に手を貸すのは当然だ。任せました。勘弁してやれよ。人類最後の時には家族と過ごしたいんだ。当然だ。助けに行った方がいいね。助けに行った方がいいね。世界で兵士ごっこに興じられるほどバカになれない。ここで殺す。たとえ敵が強大でも背を向けるわけにはいかんのだ。やるものだ。よっ。どの任務を引き受ける？れは救援要請、急行します。仲間に手を貸すのは当然だ。演壇のもとへ急げ。助けを求めてる。エルドさん、おかげで助かったよ。ありがとう。仲間に手を貸すのは当然だ。休園要請ね。助けに行かないと。この写真やったな。やっとよく来てくれたな。覚えとくよ。無理だと思ったら引いてくださいよ。休みはない。お願いします。やったか。みんなとは好きにはさせない。やった。この世から消え去れ巨人ども。王を競うつもりはないけど彼らに負けたくはないよ。モブリコさん、お願いします。したら私が向かいます。この通信すのは当然だ。いざ。やったか。お願いします。有事の際は初期対応が最も重要だ。皆さんお任せします。了解。くらえ。次だ。これでどうだ。くらえ。この調子だ。なぜか申し訳ありません。助かりました。まだ油断はするな。任務は終わっていないぞ。いいぞ。長く走りすぎるなよ。やったか。いざ。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。さすがは人類最強が部下に選んだ人たちだ。やった。お願いします。その調子で頑張ってくれ。エルドさんお待ちしています。団長や兵長は多くを語らないが、俺たちは信じるだけだ。巨人、夜の巨人、奴らの正体は一体。スネルドさん、お願いします。休む暇はない。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。エルドさん、お待たせしまやるものだ。眠い。それもこれも分隊長が今朝までに資料をまとめろなんて言うから。モブリットさん、ひどい顔ですよ。少し寝てきた方がいいんじゃ。いや、夕方から兵団の会議があるんだ。今寝たら確実に寝坊する。実は君にもいろいろと用事があったんだが、すまん、今は何も考えられそうにない。今度でもいいか。ありがとう。そう言ってもらえると助かるよ。モブリットさん、会議が終わったらちゃんと寝てください。そのうち倒れちゃいますよ。いや、大丈夫大丈夫。モブリットは強いからね。大将、会議は夕方からって話でしたよね。うん、そうだよ。ただ会議にあたってやっておきたい実験があってね。そそうですよ分隊長、あなたに人の心はありますか？心配しないでよ、そんなに時間のかかる実験じゃないから。じゃあエレンも君もまた今度。さあ行くぞモブリット。分隊長、すまない、それじゃあまた後でな。どの任務を引き受ける？わかりました。皆さん、これは救援要請、急行します。やった、僕にも倒せた。私の戦い見てなさい。この数字だ。ありがとな、さすがにヤバかったよ。仲間に手を貸すのは当然だ。接戦してんのか、言ってやらないとな。戦闘開始だ、いくよ。やったか。お待たせしました。拠点を立てましょう。よく来てくれたな。覚えておくよ。仲間に手を貸すのは当然だ。悪くないな、その調子で頑張ってくれ。隊長が見たらまた大騒ぎだ。お願いします。やるものだ。いいものが揃っている。また来てくれよ。いいものが揃って、また来てくれ。神にすがりたくない。平和に暮らして無事に過ごせますように。いらっしゃい。ちょうだい。いいものが揃って。また来てくれよ。お、ピクシス指令がいらっしゃるぞ。せっかくだから挨拶しておくか。ピクシス指令、お疲れ様です。今日も上等な酒を引っ掛けながらお散歩ですか。アグネス、人聞きの悪いことを言うでない。外に持ち歩くのは安酒じゃ。そういえばトロストク奪還作戦では思い切った決断をしたもんですな。何、勝てる可能性があったからこそかけただけじゃ。わしは負けるのが大嫌いじゃからの。間違っておらんが、柔軟と言ってもらいたいもんじゃな。さて、任務があるので俺はこれで。お主はまだ時間があるか。ちょっと付き合ってもらいたいことがあるんじゃがの。チェスの相手を探しておってな。お主、やり方は知っておるか。そうか。ならばわしを相手に腕を磨くといい。チェスで頭を鍛えておけば戦術を考える上でもきっと役に立つはずじゃぞ。まあ基本的なところは理解できたようじゃな。次は真剣勝負じゃ。覚悟しておくがよい。よう、こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならばこっちはゲルガだ。一応爆発だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。知りたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員、準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。遅い。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいだ。休む暇はない。ここで殺す。大体の巨人鼻でわかる。ここに拠点を。よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。休みにはない。ちょっと厳しいな。やったな。ありがとう。私、増援を呼んでくる。頑張ってくれ。やったか。自分の身の安全は二度次だ。生きてある以上仕方ないよ。休みにならない。私はここの守りを固めておくよ。お前のような匂いのやつはあまりいない。救援要請か。行くぞ。が足りねえな。マリア、これで増援を呼びに行けるぜ。逃がさん。身辺は経験が浅い。俺が何とかしてやらねえとな。俺は心の守りに徹する。いいぞ、あと少しだ。の作成は完了したようだ。まだ巨人の接近を容易に察知できるだろう。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の接水が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かる。油断はするなよ。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。いざ。苦戦してんのか、言ってやらないとな。報告、かなりの数の巨人がこちらに向かってきています。やってみてください。こう手こずるとは。お待たせします。この調子だ。すまない、俺は増援を調達してこよう。意外と手軽じゃないか。ああ、すぐそこまで巨人の大軍が迫ってきています。俺だけじゃどうにもならん。助かった。増援を呼んで戦況を立て直す。敵外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあ、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。拠点の設営が完了したようだ。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同期だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。撤退！巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ！そこを守って、奴らを止めて！やったか、救援要請を確認。私が向かいます。お待たせしました。意外と手軽じゃない。この子さん。ではいないな。問題ありません。まだまだいけます。奴らで兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいんだね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。皆さん、いざゲルガさん、お待たせしました。早く退路を確保せねば、さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。いざ、お任せします。リヴァイ、お前も行ってくれるか。了解。分かった。ミケ軍隊長、お任せします。皆さん。確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、ミケ分隊長。どうした？何か事件か？危険隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人はまだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道ではるか遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事はしばらく立ち直れないかと。だろうな。調査兵団として君には何が見える？敵は何だと思う？いや、すまない。変なことを聞いたな。よう。お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたっていうから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺はもう二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのにな。あ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。さあ、決めたんだ。あんた弱いくせに根性はあるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るにも何か理由があるんじゃないの？別に。私はただ自分が助かりたいだけだよ。なんとかしないと。